究極の選択へようこそ。あなたはどちらを選びますか？友達が多すぎて忙しすぎる生活、それとも友達が一人もいない孤独な生活？人間関係は生活の質に大きな影響を与えます。友達が多すぎる生活は、交友関係を維持するための努力や時間が必要であり、時には自分の時間やプライバシーが犠牲になることも。しかし、常に誰かとつながっていられる温かみとサポートは、多くの人にとってかけがえのないものです。一方で、友達がいない孤独な生活は、自分だけの時間を持てる自由があり、内省や趣味に没頭することができます。しかし、孤独感は人間の精神にとって大きなストレス源となり得るため、バランスは非常に重要です。どちらの選択も一長一短ありますが、究極の選択は個人の価値観や生活の優先順位によって左右されるでしょう。ですが、人生は必ずしも極端な選択を強いられるわけではありません。大切なのは、自分にとって何が最も意味があるかを見極め、それを実現するためのバランスを見つけることです。